キム・ジョンイル総書記がキム・イルソン主席の革命思想をキム・イルソン主義と定義づけて宣布されたされてから40周年、キム・ジョンウン第一書記が主席と総書記の革命思想をキム・イルソン・キム・ジョンイル主義と定義されて2周年を迎えるこの時期に、キム・イルソン・キム・ジョンイル主義を指導的指針にして世界の自治会業を先導していく問題を討議する、この度のセミナーは極めて大きな意義を持つと言えます。대표여러분자국이라는국민대중의규제는진보적인사상이라여한도되고추동되어왔습니다사회적인간이생명이고나라와인적의생명이자손시대에대한투쟁이활발해지는현실이인류의마음속에가장진보적인사상시대주도서서로결합되고있는것은김일성김정주의입니다 La idea Fuchs es una original ideología filosófica basada en el hombre, en las masas populares, y la teoría revolucionaria y el método directivo se establecen también sobre las masas populares.